サンクス先生のファッションビジネスの授業です。これだけは知っていて欲しいアパレル業界のノウハウを惜しみなくお伝えしています。はい、します。はい、今日はですね、アパレル業界で、人気のある、マーケティングの経営学者。まあ、押さえておきたい二人の、方をですね、紹介したいと思います。はい、一人目はですね、これ有名ですよね、コトラーですね。だからコトラーのマーケティング論って有名なんですけども、アメリカの経営学者、フィリップ・コトラーです。はい。マーケティングとは、製品や価値を生み出し、他者と交換することによって、個人や団体が必要なものや欲しいものを手に入れるために利用する社会上、経営上のプロセスである、と言っています。はい、簡単に言いますとですね、コトラーのマーケティング論なんですけれども、消費者、生活者、まあ言うたら顧客ですね、アパレル業界の顧客がですね、欲しいもの、ニーズ、モンツをですね、企業に伝えます。そして、企業がその、ニーズ、モンツを、聞いて、開発する、商品開発をしますと。はい。で、お客様に、そして提供していくという流れ。これが、コトラーの言うマーケティング論です。はい。で、もう一人がですね、ドラッガーなんですけど、ドラッガーの方がまあ、ちょっと人気はありますよね。アパレル業界ではね。企業の価値論というので、ピーター・ドラッガー、オーストリア人で経営学者ですけれども、マーケティングの目的は、販売を不必要にすることだ。マーケティングの目的は顧客について十分に理解し、顧客に合った製品やサービスが自然に売れるようにすることなのだ。というような、論を、公表しています。はい。ドラッカーのマーケティング論をですね、簡単に言いますと、企業自身が常に革新、イノベーションを行う。企業自体がイノベーションを行って、今までになかった新しい商品をですね、開発して提案することが重要なんですね。ドラッガーはですね。で、そこで、まあ、企業はですね、積極的にお客様に売り込まなくても、お客さんが、欲しいと、いうような、形になると。だから、積極的に売り込まなくてもお客さんがアプローチしてくるというような、ことをですね、歌っております。はい。ですから、まあ、どちらでも言えることは、まあ、市場ニーズ、まあ、をつかんで、まあ、先回りしてね、商品開発を行うということで、企業そのものが、革新的なことがね、生まれていく。まあ、そんなプロセスが、大事で、まあ、重要なことは顧客視点であるということは同じなんですけども、まあ、ドラッカーっていうのは、もう本当にお客さんがもう知らないことを開発していこう、革新的に生んでいこうというのが、ドラッカーの発想で、ですね。反面、コトラーっていうのはお客さんのニーズを、聞いて、まあ、掴んで、それを、作っていこうというような形です。ですから、まあ、この二人の考え方があるということが、まあ、基本になっておりますので、まあ、顧客さん、まあ、ですね、どんなお客様なのかという話と、そのお客様が満足するにはどんなことをすればいいのか、みたいなことがですね、まあ、マーケティングの中心になりますので、まあそのことを、まあ、理解してほしいなと思います。以上です。今回はこれでおしまいです。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。次回の授業でお会いできることを楽しみにしています。